ハロー YouTube。 さあ朝6時半、バスタ新宿にやってまいりました。うわ、ターミナルの待合室に来ましたけど、朝なのに結構人がいますね。お、外国人、それからバックパッカーらしき人がたくさんいます。長野行きは C の、まあ、番号のところかなっていう感じですね。車内4列っていう感じだね。さあ出発です。途中ね、クーラーかからないからびっくりしたよね。うん、出発時刻にならないとクーラーがオンにならない。中軽井沢方面に向かっております。さあ人生楽あれ雲あるさということで、西武バスの営業所前に降り立ちました。ここからね、歩いて中軽井沢の駅方面に行きたいなと思います。一番奥で降りようと思ったらこんなところに飛ばされてしまいました。歩いていきますが、まあ涼しいな。20度ちょいぐらいか。いや、この交通量よ、半端ないでしょ。みんなマイカーで来ちゃってんだよな。もうずっとね、こんな森の中の道を歩いてます。あーいいね、雰囲気のあるような、まあ、ホテル的なのがたくさん立ち並んでますね。うわぁ、すっごいわ。これはやばい。見え見え。ちょっと歩いてたら物件情報チラシが、あった。やっぱこういうのを買う人がいるんだろうね。いや、でも、ここにね、こんなところにチラシ貼っても、わざわざ降りて見るかな。渋滞が発生している理由。信号だね。信号だけどすごいぞ。英語表記じゃん。やっぱ欧米系がルーツにあるだけあるわ、軽井沢は。千ヶ岳温泉、こんな感じで、ね、門がしっかりとしておりますが、お、エネオスがありました。ほう、ええ感じの川が流れております。癒されるね。あ、犬の散歩しちゃってる。川すごい。これ暑かったらね、子供たちがバチャバチャ遊ぶっていう感じですよね。ここすげえな。小道を抜けるとすげえ、なんかやべえな。キャンドル、あ、うわ、なんじゃこの飲食店は、半端ねえ。しかもすげえ人。ああ、雑貨的なね、もう感じなあのが売られてますよ。ここ、軽井沢星野エリアって書いてあったな。すげえ、雑貨に、食べ物すべてが揃って、おります。すげえな、星野リゾート。ここ一体ずっとつながってるじゃないですか。あ、しかもこれカフェだ、ブックカフェ。はい、春屋コーヒーだ。お、星野屋の看板があった。ということは、この赤嶺橋という橋かな、を渡れば、こちら側に、まあ、星野屋があるっていうことですよね。星野屋、ここだ。多分この奥だね。この奥ずーっと住んでったら、星野屋の、あれか、あ、違うね。なんかそれっぽい建物がたくさんあってわかんないけど、あるっていうことです。軽井沢もやばいっすね。月のマグマ出てるらしいっすね。羽根、いんの？星野屋大丈夫か？星野屋のすぐ横だぞ。羽根ね。道路の向こう側に見えますのが星野リゾートの Z 世代向け、まあ若者向け、ベッブ5というホテルの入り口。多分向こう側にあるんだろうな。そしてセブンイレブンがありますよ。なんか、あれだね。赤くないね。あー、これをね、車で走ってたら入りたくなっちゃうような看板しようやな。キャンプ、バーベキュー場向こう側にあるらしい。あ、天ぷらどうした？どうした？どうした？荒れてるぞ。すげえな、それレストランか。垣根がしてあってさ、入り口がどっかわからん。お、だいぶなんちゅうか住宅とかが見えてきた感じがしますね。お、普通の民家だもんね。はい、中軽井沢の街並みこんな感じになってます。うん、バリアフリーのタイルもね、できて、この辺の人の生活がとっても感じられますね。うん、でもリサイクルの店って書いてあるけど、
結構ね、シャッター街になってるのがちょっと残念かな。でもね、おしゃれなテーブル専門店。どういうこと？雑貨屋みたいなのがありますからね。リノベーションが進んでるっていう感じなのかな。駅前行きました。駅前が、手打ち蕎麦屋の駐車場みたいな感じで、ちょっとおしゃれなカフェ的なものがあるっていう感じだな。図書館が併設されてるらしいですね。なるほど、そこで一服できるじゃないですか。すげー、すげーよ。これは落ち着けるね。チルいね、チルスポットだわ。あ、観光案内所だった、あれ。お土産。あ、なるほどね。こちら側が中軽井沢の駅で、あ、すごいな。ここ、中学生、中高生の憩いの場になってる。ここで勉強するスタイルね。いいね。んで、なんだろう。バス待ちの JK。市民の足になってるわけですね。こっから。なるほど。これまた建物もおしゃれですね。あの黄色い屋根のアッテリメン？すごい人気だね。そこそこ人がいる。お、中軽井沢の郵便局あるけど、これまた木造チックでいい感じですね。ああ、この怪しい丸屋食堂開いてんのかな？開いてた。お店をやってるんだけど、なぜかのれんがね、かかってないっていう。かけてない。雨だから？超、なんちゅうか、適当っちゅうか、なんちゅうか。まあそんな感じです。かつて550円でございます。こんな感じ。白ご飯。味噌汁。と、まあ、カツっていう感じだな。はい。白飯。さあ、というわけで、定食いただきました。ご飯、味噌汁、たくあん、カツ、どれをとっても美味しかったです。550円、これがすごいわ。いいと思います。さあ、中軽井沢駅方面に向かって、歩いておりますけども、軽井沢駅まで4キロらしい。4キロ1時間かちょっと歩けないなっていう感じですね。で、ちょっと中軽井沢の駅前を、ちょっとぶらついて、電車に乗ろうかな。街並みが、綺麗だな。ところどころ、宝石じゃん。昔からやってそうだな、バブル頃から。ところどころおしゃれなカフェ的なサムチングがあるんだよな。老舗みたいなさ、まあ味噌か。これ味噌だけど。おしゃれな近代的なお店がありつつ、昔からの老舗がある。お、骨董品だよ。やっべえ。これカフェ？すげえな。小さなレストラン。はあ、これはすごい、モテるわ。花屋ね。すげえ。ああ、駅前の小道がすごい、風情のある感じだな。で、さあ、再びやってまいりました。中軽井沢駅でございます。駅はこんな感じだね。切符売り場。ああ、現金本人だね。やっぱ。こっちが、ああ、駅の南口。という感じだ。ちょっと見てみるか。駅の南口の方が住宅街っていう感じなんだけど、こっち涼しいな。建物がないからかな。いいわ。いい風景が広がっておりますね。観光客もいないし、車も多くないし、結構のんびりできるなーって思う。軽井沢まで230円か。3、40分に1本っていう感じだと思う。ここで、購入します。ホームまでの階段レトロだね。なんか私の地元は山口県なんですけども、その電車のもう思い出しますね。電車来た。撮り鉄しちゃうぞ。黄色いね。こっちにも来ちゃいますね。赤車両ワンマン。こっちもこういう感じか。クスシートだ。車窓をご覧ください。いや、やっぱバスから見る
景色とやっぱ違うなって思いますよね。降りちゃいました。着いたぞ軽井沢。この壁の向こうがあの新幹線のホームだね。でかいなやっぱ軽井沢。風情ある感じパネーよ。結構ないすごい、こんなステンドグラス的なあやつがついてて、あこれすげえわ。これだね、玄関いいですね。結構大粒の雨粒になりまして、あの旧軽井沢方面に歩いていこうかなと。あまいいっす。あーなんか昭和の時代から立ち並んでそうなリゾートレンタサイクルの看板ロゴだぜ。これをこの道をねずーっと行くと旧軽井沢方面になるわけですよ。なんだろうな、あー昭和からある感がすごいよな、いい意味でね。お明治40年創業、くー長いね。これが軽井沢の道。焼肉って、おお焼肉わかりやすいね。おおすげえ、こんだけね、あ草加感だって、草とかいろいろわかんだろうな。女子受けしそうなカフェを発見。カフェじゃないの、和食ダイニングだった。へえすごいねこれ、庭から作り込んであるよ。おお準備中ではあるんだけどね、これまだおしゃれな、やっぱ女性陣が多いんだよな。おーすげえ建物と思って、銀行かーい。あすごいこの辺洋館っていうかなんていうかおしゃれな通りになるな。はーこれまたおしゃれなカフェでござんすね。スペイン料理だってやるね。この通り面白いわ。あ面白いよ。市民向けのスーパーとかそういったものが全くないっていうのが、これまたこの近くの特徴かなと思いますよね。これはちょっと年配向けっぽいな。軽井沢エレガンスって書いてあるけど、老舗の旅館っていう感じがするな。ホテルか。道は果てしなく続くよ、まだまだ。あれ、なんか女性がたくさんいるところがある。なんだ。ジュエリーか、なんかわかんないけどものすごい人だこれ、独特な駐車場おじさん。ポップすぎんこの駐車場。フランス郷土料理、なんでここでフランスだ。シュシェット、はあ。おーすごいぞ、またここ人が。生ハム？生ハムってんの？ソーセージ？ねえ。ドッグフードじゃないや。ホットドッグだ。500円ぐらいだ。人気だったね。お肉の匂いがじゅわーっとするわ。宿泊者専用？っていうことはこれホテルか。なるほどね。あ、西洋チックなね。お、ブランドも終わったショップじゃん。あー、おしゃれだね、これ。エルメスとヴィトンとか。パリまでの距離書いてある。約1万キロ。すごいよな、これ廃墟じゃん。で、ちょっとなんか人住んでんじゃん。その目の前にお店があるじゃん。このコントラスト。おー、ケーキ屋がある。なんか全部さ、いや、お店的には普通の昔ながらの商店街っていう感じなんだけど、置いてあるものがおしゃれなんだよな。見てみや、あんなシャンプーボトル。チャリンコだよ。え、電動、あ、びっくりした。自転車800円かと思った。いろんなのあるね。もう床屋でさえおしゃれに見えてきたわ。いい街並みがいい。長野すげえよ、ポテンシャルが。高え。卸の専門店。すっげえ。あ、世界一のアップルパイだって。やっぱね、女性が多かったね。すぐトンタンだよ。つぐトンタンが。え、マジで、なんで、マジか。つぐトンタンここにあるんだ。ていうか、ここすげえや。あ、旧軽井沢。え、ここ中心かな。あ、なかなか雨が降って、ますけども。おー。いいね。街並みいいわ。
これまたね、街並みが変わってまいりましたからね。すーっげー結構人が多いな、ここの観光通り。んで、まあ基本的にお店は、駅前の方から来た道とあんまり変わらない感じはあるんだけど、軽井沢デニムストリート、デニムすげえな、デニムストリート何でもあんじゃん。お土産屋みたいなのあるよね、雑貨、そういう感じがする。なんだろうな、やっぱ集客で言うと、総合的に扱ってるものよりテーマを決めたショップとかの方がすごい人気がある気がするな。この辺は何だろう、あ、分かった分かった、昔からあるようなお店かな、なんか昭和からずっとありそうな感じがする。客層を変えてきてるのだと思うよ。ここが多分、一番端かな。この鶴屋っていう、まあ、旅館がお土産通りの、まあ、一番端だということで、これから先は、あ、こうしたね、なんだろう、森チックな道が続きます。はい。まあいいや、これからもう一回歩いて帰ろう。工芸品とか、革のバッグ、まあちょっと年配向けかなっていう感じだよね。年齢が上の人向けの、まあ、っていうお店が立ち並ぶかなっていう感じはしますね。ポストカード。やっぱそうだよね。これテニスコート通りっていうらしいです。これこれ。これがですね、軽井沢海テニスコートってやつで、バブル味を感じるよね。これがチャーチストリート。いろんなショッピングはもちろん、ご飯の食事もできるっていう感じですね。チャーチストリート。こじゃれてる。お店。あ、まあ、ちょっと雨ですからね、テラス席は使えないみたいなんですけども。甘い匂いがするなと思ったら、ここはクレープ屋。クレープ。氷、結構人が多い気がするね。十分楽しめるんじゃないのかなと思います。はい。いやー、反対側もね、結構お店があるんだよな。人もなんだろうな、場所によって多かったり少なかったりするんですね。まあ、結構この辺りは多いですね。結構雨が大粒になってまいりました。だからというわけじゃないんだけど、ちょっと横道にね、それて、お店を見てみようかなと思います。こうなるとさ、住居が多いんだけど、その一方で、まあお土産みたいな、これすごいな、インパクトが。お茶碗のお店ですか。あーっていう感じになりますね。あーなんか匂いがするなと思ったら、これですね。唐揚げです。唐揚げの匂いがすごい。欧州チックなお店ですね。お、ノマドがいるね。おっちゃんノマドがいるわ。あ、まあこれやるやん。お、人が全然入ってないけど、ペルシャ絨毯のお店があるぞ。軽井沢観光復興センターっていうのを見つけたんですけど、テレワークの会議室みたいなのがあって、4時間1500円か、ちょっと高くねえかな。1日1000円。まあ、駅に帰る道はこんなんが続いてます、ずっと。ずっとこれです。これだよ。おー、戻ってきちゃいましたよ、軽井沢駅。結構ね、雨がひどくなってきましたね。ああ。出ました。駅前、不動産。大体3000万から、1億の物件がありますね。日本人が買うのでしょうか、外国人が買うのでしょうか。これを登ってだね、階段を。軽井沢駅の中に。インしてみようかなと思います。着きました、軽井沢駅。こうあれですね、人が多いかな。ひなののお土産、軽井沢のお土産。そんな新幹線の駅っていう割にはあんまり
駅自体はそんなに大きくないという感じじゃないかな。ビューが見えます。晴れた日だと、まあ、一望できるかなっていう感じなんですけど、あ、ここから乗ればもう東京まで一発で行けるっていうことで、羨ましいな。ブルジョアいいな。それではあと2時間半駅の南口側で、アウトレットモール行っちゃいたいなと思います。でっかい敷地に店舗が何個かあるっていう感じで、結構移動がね、めんどくさいなって、思いますね。思った以上に広いです。そして人が多いです。もうこれはね、もう広すぎてね、何をしていいかわかんない。こんだけ人いるんですよ。で、なんだろうな、一応アウトレット扱いじゃないと思うんだけど、まあ、結構アウトレットが一番安くなった商品が、たくさんあってね、このモールね、いくつか島があって、ここ真ん中の島なんだけど、ここまで来るとちょっと人が減ったかなっていう、あれ、そうでもないか。土日ならクラフトビールとかやってるんですかね。なんかイベントスペース的なところがあって、クラフトビールってそうな感じがしてます。というわけで、軽井沢駅の北側、向こう側に、向こう側に、ちょっと渡りたいなと思います。北側来ました。候補がね、2つあって、1つがこの日和亭っていうところなんですけども、これこっち側観光客も誰もいないっす。あ、ご飯屋ザク来たけど、ここもなんと5時半からだ。ダメだった。さあ、5時になりました。よし、フレスガス、ここに入ろうかなと思います。5時の店内でございます。他に1組っていう感じかな。定食、まあ、1000円から1500円くらいであります。やってまいりました。1500円のソーセージ鉄板焼き、じゃがいも付きでございます。じゃがいもこれか。おー、すごいね、ジュージューいってるね。ご飯が、なんだ、雑穀米みたいになってる。これ、味噌スープ的な、いただきましょう。ん、食べてみたけど、すごいわ。じゅわーっとなってね、めっちゃうまい。この、どう？ちんぽ焼けんで、このわさびとソーセージ、このハーモニー。芋もいいね。いただきました。うん、ちょっとね、見た目的にボリューム少ないかなと思ったんですけど、これね、結構脂っぽくてね、胃に来る。ボリューム結構あったわ。めっちゃ美味しいので、皆さんもぜひ。あたかも新幹線に乗る感じのブルジョア味をかませながら、隣のニューデイズに入るという高等テクニックを使います。ニューデイズ、頼りになる。はい。かっこよくね、午後の紅茶と塩キャラメルを手にしてバスに乗りたいなと思います。あれですね。結構乗車開始してますね。最初。はい、乗車。あ、前方結構人がいるけど、どうだろう。乗車率60割ぐらいか。でも結構ガラガラなんだよな。偏りがあるよな。なんでだろう。まあいいや。もう暗くなりましたが、出発しました。さて、上里というサービスセンターで、休憩。はい、バスが池袋に着きました。はい、西武のバスを降りました。はい、というわけで、新宿駅帰ってまいりました。軽井沢バスで日帰り旅行どうでしたでしょうか。滞在時間8時間くらいなんですけども、全然余裕できるなと思いました。それでは皆さん、この動画を参考に、遊びに行ってみてください。ではまた。